スミカです。ウイルスに感染しない元気な体、もしも感染してしまったとしても重症化しない体づくり、それはイコール免疫力を高めること。今からその免疫力を高める方法をお伝えします。例えば腰が痛かったり肩こり、膝痛、そういった関節痛ですね、関節が痛い、もしくはもうお腹が張って便秘が苦しいです、また最近なかなか体重が落ちなくなってきた、もしこんなことに心当たりがあれば、1番、血行が悪くなってきています、そしてそのことで新陳代謝が落ちてきている、そのことが結果免疫力も下げてしまうことになってしまいます。なのでまずは血行を良くしてあげること、そして体に軽い刺激を入れてあげることで新陳代謝を活発にしてあげましょう。このことが解決策です。それでは今から3つの動きを説明していきます。はい、それではまず椅子にこのように浅めに腰掛けてセッティングしていきましょう。はい、それではまず1つ目の動きから説明します。まず両足の裏がしっかり床についた状態からスタートです。そして足はそんなに上げすぎず、最高でも20センチぐらいまでで大丈夫です。ではしっかり両足の裏を床につけて足踏みしていきます。ではカウントします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。続いて2つ目の動きです。はい、それでは2つ目の動きを説明します。今度はつま先で足踏みします。ではいきます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、それでは3つ目の動きを説明します。次はかかとで足踏みします。ではいきます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5、6、7、8。はい、今お伝えしました3つの動き、この時はお怪我につながらないようにつま先やかかとは強く床に打ち付けないように気をつけてくださいね。また足踏みと同時に大きく腕を振って運動するとより効果が出ます。この動画を繰り返し見ていただき、繰り返し実践していきましょう。この動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。